おはようございます。ラズカラでございます。本日の動画はですね、またツイッターの方から DM でお声掛けをいただきまして、本千葉駅にございますお好み焼き民さんにお邪魔しております。で、もう料理の方は来ておりまして、もう目の前に見えているんですが、お好み焼きを中心に、まあ、焼肉とか、まあ、ご飯にキムチと、まあ、スープなんかもいろいろねご用意いただきましたので、こちらのメニューを楽しんでいこうと思います。それではね、もうちょっとね焦げちゃうといけないので、早速いただきますと、はい、まずね、このお好み焼きから、ね、もうね、生地がめちゃめちゃふわふわ、箸で持つとね崩れるぐらい。あれ、いただきます。下下ね、うん、下、うん、うん、まあ、うまっ、こんなものうまっ、うん、うん、ちょっとね、こちらのキムチもいただいておりますんで、これご飯と合わせて、ちょっとね、この合わせて焼肉も焼いていきましょう。まずこちらがね、上カルビでございます。うわ、うまそう、カルビ。これ見えますかね、カルビでございます。めちゃめちゃうまそう。ちなみにね、結構ダメっていう人も多いと思うんですけど、お好み焼きと白いご飯いけます？いけない派ですか？僕はめちゃめちゃ好きな方なんですけど、このしょっぱい感じのね粉もんにご飯めちゃめちゃ合うんですよね。うんうん、うまっ。その間にね、こちらも別メニューですね、千枚でございます。大好きなんですよね。飲んべえはね、基本みんな大好きだと思う、これ。うん。うこういうね、鉄板の店来るとめちゃめちゃ落ち着くんですよね。出身がね、足立区ってところもあるんで、子供の頃からね、これ鉄板のお好み焼き屋さんとかよく行ってたんですけど、大好き、こういうお店。うん。そしたら続いてね、こちらのお肉、上ハラミでございます。こちらの方もね、ちょっと焼いていきましょう。やっぱり鉄板焼きはね、この上あごがやけどするぐらいの熱さでね、ハフハフ食うのが一番うまい。よいしょ、よいしょ、
ハラミもこんな感じでちょうどいい出来になっております。テカリうまそう。そしたらこれでね、お好み焼きはラストでございます。その間に新メニューというか、ずっとここにあったんですけど、紹介ですね。こちらが、激辛のね、牛すじ煮込みでございます。辛そう。これ、ビールですね。なんでね。ありがとうございます。完璧ですね。いやー、うまそうですね、これも。いやー、とろっとろっすね。うまそう。うまそう。これ、とんぺい焼きもうまそうだ。で、これがね、ちょっと最後のメニューらしいんですけれども、このとんぺい焼きね、これもまたうまそうだ。焼きちゃんをとんぺい焼きでございます。もうとろとろ、めちゃめちゃうまそう。うわ、これうまっ。これうめえ。もちろんね、見た目通り卵もふわふわだし、中にね、チーズ入って、それがトロトロでめちゃめちゃうまい。今日も本当ね、いろいろ喋ろうと思ったんだけど、こう鉄板はね、なんかね、昔のね、地元いた時を思い出してしまって黙々と食ってしまった。いや、やっぱでも鉄板焼きっていいっすね。これ
ました。はい、ということで今回はもんじゃお好み焼き鉄板焼きタミさんにて、お好み焼きといろんなねメニューを食べてまいりました。で今回僕がねこちらのタミさんにお伺いしたいなと思った理由がありまして、今こういったご時世コロナ禍の影響で収入等が下がってね外食ができない方にもぜひお好み焼きや鉄板焼きを楽しんでほしいということで、お好み焼きを数量限定で無料配布したりとかいろいろなね取り組みをしているんですよ。こういったタミさんが取り組んでいる内容については公式ツイッターにございますので、ぜひ概要欄に記載の公式ツイッターにて詳細も確認してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。